この国を二分する苛烈な内乱を一瞬のうちに終わらせることができたのもワンドの力があってのこと。そうは思いませんか。まあ、高月、という役は冷徹で感情が見えない、声だけでの表現というのを今までしたこともなかったの で、実際自分ってその顔の表情だったりテンポか雰囲気とかそこでやっぱ表現するのがすごい得意な方だったので、それを全部排除して声のみで、そこをその表現するっていうこれすごく難しかったですし、正直苦労しましたし、強大な力に対する執着心のその裏側にあるその寂しさみたいなものを自分なりに表現したかったです。Hello everyone, this is Miyavi. I play the role of Koketsu, which is a villain again. But the story is really, really interesting. And then this is the kind of original story that made in Japan, story and also the cool animation. So please check it out.